今年北海道コンサドーレ札幌に加入した、背番号29、井川空です。今回はたくさんの質問に答えていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、まずはユース出身ということと、まあ、あとはミシャさんのサッカーというものを、まあ、自分も中に入って、まあ、プレーしたいなというふうに思ったのがきっかけでオファーを、即決しました。まあ、3年の鹿島の練習参加に、呼ばれた時に、まあ、僕も、まあ、すごいいいプレーはできたと思っているので、まあ、そこから4年の初めにキャンプに帯同する予定でしたし、まあ、そこでアピールできればとは思ってたんですけど、まあ、うまくいかなかったので、まあ、そういった面では何ですか、焦りはありました。そのもらう前焦りありましたけど、まあでも焦っていてもしょうがない部分もあったんで、まあ、まずは自分の今やるべきことに目を向けて、まあ、取り組んでたら、まあ、オファーが来て、まあ、そこでは安心しましたね。はい、駒井選手とか、まあ、あとは新蔵さんとかもそうですけど、やっぱり練習前の練習するためのいい準備っていうのはすごいこだわって、ケアとかも含めてやっているなっていうのはすごい感じます。まあ、僕も必要だと思うことはやってきた方だとは思うんですけど、まあ、それ以上に繊細にこだわりながらやっているのかなと見てて思います。きっかけは、まあ、父さんがサッカーやってたんで、その影響で多分始めて3歳の頃から多分やってますね。はい、まだ使ってないですけど、まあどれで使おうか正直決めてないですね。まあでも親に何か買ってあげるとか、まあ、してあげても全然いいと思いますし、まあ、今は別に決めてるとかはなくて、まあ、自分が生活するために使ってるみたいな感じですね。でも温泉とか結構ありますね。僕もいる時はでも温泉大好きだったんで、家族も週5とか行くぐらいだったんで、それこそサウナにハマってしまったんで、サウナ、サウナですね今は。はい、あでも結構ご飯は食べますね。いっぱい食べる。いっぱい食べれます。結構大学の時の方が食べてましたけど、でも結構大食いだと思いますね。大学1年の時とか朝米2合とか食べてたね。はい、癖。いやでもこうやって 前髪をなんかこういじっちゃうんですよね。こうやってこうやってやってやっちゃうんです。それ癖。はい、多分よく言われます。妹が1人います。2個下です。昔は僕の方がちょっと嫌だったんですけど、今はでも、はい、仲いいです。本読みたいです。本読みたいです。まあでもビジネスの本も結構、まあコロナ禍っていうのもありましたけど結構読みましたし、自己啓発の本も大学の頃は結構読んでたんで、まあ全然本読むタイプではなかったんですけど、自分のために読みたいなと思います。まずは、チャンスは少ないかもしれないですけど、公式戦に出た時に、自分のパフォーマンスを発揮できるように、まあ、日々の練習をこだわりながらやっていきたいなというふうに思ってます。まあ、出れなくても腐らずに、トライし続けて、チャンスがある限りチャレンジしていきたいなというふうに思ってます。まあ、いつか僕のプレーを見てもらえるように僕も努力するので、サポーターの皆さんも応援よろしくお願いします。井川空でした。ありがとうございました。